共通ポイントポンタを運営するロイヤリティマーケティング東京は26日、冬のボーナスの使い道に関する調査結果を公表した。使い道を複数回答で聞いたところ、貯金預金が10年連続で1位となり、消費者の根強い節約志向が浮き彫りになった。一方、ボーナスが支給されないわからないとする回答が 47.0% と過去最高だった。調査は2014年に開始し、今年は9月28、30日にインターネットで実施した。ポンタの会員で、アンケートモニターサイトポンタリサーチに登録する20、60代以上の3000人が回答した。ボーナスの使い道として、貯金預金と回答した割合は 34.5% で、宿泊を伴う旅行が 6.7%、普段の食品が 5.5% をと続いた。貯金預金と回答した割合は過去最低だった。年代別では、20代は 40.7%、 昨年調査 46.5%、 30代は 44.2%、 同 48.0% と、特に若年層の減少が目立った。一方で、そもそもボーナスが支給されないわからないと回答した年代を見ると、若年層が増加。20代では 41.5%、 同 38.7%、 30代は 38.0%、 同 34.0% だった。同社の担当者は20、30代で、ボーナスが支給されるかどうかがわからないとする回答が増える中、使い道として貯金預金を選ぶ割合が減ったのではと分析している。世帯あたりのボーナス支給額は、20万、40万円未満が 22.7% が最多で、次いで、20万円未満が 21.0% だった。支給金額の半分以上を、預金貯金したい人は 54.3% だった。そんなものは、ない。俺もくさ。ボーナス出る会社ってどんな会社なんやろな。全額預金するわけじゃないだろ。するけど。してるけど。物価高で老後は5000万くらい必要だろ。貯金ではない。生活費のストックだ。ボーナスゼロが普通だろ。貯金に回せる人はまだ余裕ある。生活費に当てる人の方がカツカツだ。インフレで給料半年分以上の預金は必要ないと思うけどな。投資でもしたら。増税、物価高、内需縮小で簡単には使えないから。麻生の2000万発言が世相を変えた。あの頃の2000万円は20万ドル、今は14万ドル。今なら3000万円ないと豊かには暮らしていけないぞ。普通のサラリーマンなら4000万くらいはあるし余裕だろ。2000万用意しとけじゃなくて、平均2000万足りないって話。ローン払って嫁と子供と犬にクリスマスプレゼント買ったらほぼ貯蓄できないんだが。ローン組むなよ。買うなよ。もう一生デフレ。さらにインフレするだけなんすけどね。負のスパイラル草。貯めたボーナスは毎月生活費としてじりじり削られていくわけや。10年どころか30年ぐらい1位じゃないの。有馬記念に全額が昔からの常だろ。ボーナスがあるだけ羨ましい。貯蓄率もだいぶ下がったし、使いたくなるまで貯めさせたらいい。来年の新ニーサに備えて預金しとく。生活費の補填という選択肢はなかったのかな。貯金オンリーはだいぶ損してる。もう2000万人が将来不安の方が納得。金使わねえと景気良くなんねえだろ。都会俺も大半は貯蓄だけどね。正直、買うものがない。ボーナスで何を買うっていう思考自体が、金銭感覚ダメな証拠。使うと罰金取られるからね、草。出るだけマシだろ。うちの会社コントは出るか怪しいってよ。暮らしが厳しくなってるから順当な結果。これだから日本は金利を上げられない。欧米みたいにしたら消費控えまくって経済冷え冷え。欧米みたいに給料上がらないからね。米は上がってるけど、欧は上がってないぞ。ほら、だから中流層に給付金を配れないんだよ。低収入層は貯めずに使うからな。中間層は全部貯金を。いくら金をもらったって買いたいものがない。貯金オンリーのやつは資産の価値が2年前から4分の3に目減りしている事実。借金返済して残りで宮古島行きたい。貯金ねえ。インフレしまくってるのに日本円で貯金ねえ。当然だろ。インフレは将来に対する不安材料なんだから防衛的貯蓄して正解。投資って下手すやゼロになる可能性もある不安要素なんだからさ。経済を回したかったら政治や大企業が将来の不安を取り除くこと。その1点だけ。やっぱりアメリカ株に投資という選択になっちゃうんだよ。結局、アメリカが勝つ仕組みだからな。貯金は退職した後の生活費だぞ。年金当てにならんし。ボーナスゼロだけど余った金は全額投資してる。貯金は200万しかない。ボーナス出たら自分へのご褒美をまず考えるけどな。80万円のボーナス出たら、奮発して80円のもやし買ったりとか。普段高くて手が出ないものを買うと背徳感があって、ボーナスの実感が湧く。おい、贅沢しすぎだろ。俺は貯金するからお前らは投資しなさい。国も企業も、投資しろ投資しろって言ってて怖いわ。先行き不安すぎるもんな。ボーナスとは、使う場所も使いもないので勝手に貯金になります。毎年少しずつだけどボーナスが上がる国って素晴らしいよ。結局みんな将来不安で貯めるしかないからな。もうどうにも止まらない。自己責任論と新自由主義で将来が見えないから消費は最小限になるのはしょうがなくね。景気いいらしいのになぜ。これでいいと思う。物価インフレ時は消費熱はさらなるインフレを生む恐れがあるから、こういう貯金だったり投資が良いと思うなよな。
ボーナスなんてもらえたの何十年前だろな。失われた30年でもらえなくなった。10年どころか不動の1位だろ。どうやったらこのデータで節約思考と読み取れるんだ。ボーナス自体がないからな。少子化の原因は過剰貯蓄。子供がお金に変わってるわけだ。来年の新ニーサにするに決まってるじゃん。早く7万くれ。税が上がるから使おうなんて思わないんよね。財布の紐締めようとしかならん。生活防衛はいいんだけど選挙くらい行けよ。特に都会の雇われはなかなか行かないからね。円は年々劣化してくんだから老後2000万も数十年すれば倍ぐらい必要になってるんだよな。2000万円おじさんは老後にどんな生活を夢見ているの？それでも年金は期待できないから貯めないよりはマシだしな。夏と違って冬のボーナスは100万ぐらいしかないんだよな。貯蓄って言っても何十年先への資産っていうのじゃなくて、春が来るまでゆっくり過ごすための貯蔵みたいな感じでいる。やっぱりお正月は少し美味しいものも食べたいし、新しいもの欲しいとかなくなってきたわ。国民自ら不況に加担してるな。貯金は節約じゃねえよ。未来の自分の生活費だよ。ボーナスが通常の給料だったら景気は良くなるんだけどな。節約ではない。少しずつ取り崩して生活費に当てるだけだ。年金定期便によると、Y は今の時点で年105万年金もらえるらしい。氷河期世代だけどボーナスなんて見たことないぞ。実在するんだな、都市伝説かと思ってたわ。今の40代の若い時代よりも質素な生活をしているのが今の20代だと理解しないのかな。ボーナス良いよな。一回で100万とか振り込まれるんだろ。マジ羨ましい。節約を続けた先に待っているのは何ですか？悟り。節約してもいいけど、メリハリつけろってこと。この調査意味ある？10年前の10万って円安とインフレで、今実質いくらくらい？消費税アップもあるでよ。10年前だと iPhone のガチ新品が5万で買えたよな。今は13万円程度、そのくらいの物価。あれ？ニーサに投資してんじゃなかったの？新ニーサ来年からっしょ。もう準備してるけど。日本人はこういう国民性なんだよ。基本的に勤勉で資料深く生活防衛に走りやすい。新自由主義がうまくいくわけがない。デメリットの方がはるかに大きくなるわな。まあ俺はボーナスなんかないが、金はパッと使う。毎月の給料もパッと使ってしまってる。貯金迷惑さ。ボーナスの時期だけ真面目になるやついるよな。借金返済ですが何か？子供の頃に私立強制できる家庭環境に生まれてばな。もしもの時の貯金なんて2、300万くらいで十分だからな。あとは思い切って使うよし。貯金とか偉いよか。金はもらったらすぐ使うわ。金ないやつとか呼んで奢ってどんちゃん騒ぎ。ニート歴長かったからな。給料上がらないし為替や株も怪しいから一旦貯蓄かな。資産を作って労働者から抜け出したい。貯金とか投資とかみんな偉いわ。マジしたことないくさ。パッと使おうくさ。パッと使うってのも良いね。貯金や預金するより全然いい。ニーサとかからやってみた方がいいと思うよ。国が力を入れてるからね。個人でやる株はリスクがあるからいろいろ学んでからの方がいいけど、投資信託とかならやってみてもいいと思う。昔からそうだけど、政治を信用してないから溜め込むんだと思う。日本を信用しないと言いつつ円で全額貯金してるやつって何なの？くさ、資産額が増えてるのを見ると安心するんだ。生きてるんだから使えばよいんだよ。貯金のために生きてんのかよ。亡くなったら亡くなった旦那もん。ほんとな、みんないろいろ考えすぎ。将来とかわからん。場面で考えるわ。毎月の家計が赤字だからボーナスは貯金して取り崩してやりくりしているんだよ。ボーナスは生活給であって、余剰資金とかお小遣いとか考えるのは働いたことのないやつ。貯金もリスク、リスクがないものなんてない。未だにボーナス出せる業種があるのか。だよな。俺もそこが不思議というか、日本の底力すげえなって思った。世の中はご町民の勤める底辺職ばかりじゃないのよ。世の中で大企業は 2% だけど、大企業の従業員数は 30%。金配っても溜め込むばかり。なんだかんだでも家があると大きい。家賃の心配が消えるから。昔の人はめちゃ働いて夢のマイホームを手に入れた。ボナも出ない中小がまだまだあるから給付金は安泰。ボナも出せないのに給与なんて上がるわけない。俺は海外旅行と投資信託かな。今年は過去最高益。いただきます。中小でも大手の孫会社とかはボナ40、80出てるよ。大手と関連のない中小はないだろうね。ま、うちも 100% 子会社だけどそんくらい行くわな。親が数万人レベルの会社だからね。仕事は全部親から降ってくるんだけどくさ。これが昭和だったらボーナスでハワイとかヨーロッパとかだったんだろうな。本当落ちぶれたもんだ。バブル期の日本は世界の中でも給料が高くて物価が高い国だったから、休みの度に物価が安い国に行って豪遊した。今は給料が安く物価が安い国だから海外には行けず逆に外国人に豪遊される国になった。ここの連中厚生年金ですらないだろ。国民年金じゃ数千万必要だよな。年後6万だし。ほんとマジそれ。とりあえず国民年金基金に入ろうと思ってる。大企業だけの話だな。ボーナスは貯金。欲しいものがないし当然。ボーナス5000円しかもらえなかったのに上司から社長に感謝の電話しなさいって言われた。ボーナスの寸して5万とか10万くらいだったろ。そこまで落ちたか。大企業の新入社員の夏のボーナスは寸しだから10万だね。少なすぎて文句言うけどね。将来が不安すぎて使えないよな。うちは年俸制だからボーナスなんてないわ。全額競馬に突っ込む。ボーナスくれる職場にいたことあるけど、パッと使ってたくさ。
そもそもボーナス出たからと使う思考がない。手持ち資金で必要なタイミングで必要なものを買うだけ。ああ、ボーナスないけどその気持ちわかる。でもボーナスないと貯金ってたまらんよな。欲しいのは儲かってるから時間が欲しいんだわ。二日休みがあっても何もできん。一回だけちょっといいところでご飯食べて、あとは貯金というか、生活費のストックかな。ローンの金利上がるかもしれんのに散財なんてできん。家持ってるってことは貴族か。30% くらいになってしまえ。それな、金利上がってるし怖いよな。そもそもボーナス出たからと使う思考がない。手持ち資金で必要なタイミングで必要なものを買うだけ。冬のボーナスはふるさと納税だな。保険と確定年金に払うと控除枠がすぐなくなるから。ふるさと納税してお得のつもりでも単に高い買い物になるぞ。貯金って使ってないんだから使い道じゃないだろ。そう。何に対して貯めたいのか答えられないなら貯金じゃないよな。使い方が下手なだけ。使いたいものはないから貯めるんだよ。いつか使いたいことがあればいいなって。よくそのメンタルで働けるな。若い奴らのもっぱらの関心事は資産形成なんだってな。恋愛はコスパタイパが悪いから二の次三の次。そりゃ国が先細りになるわけだくさ。金使う暇も気力もないから貯まるだけや。みんなのボーナスが150万くらいもらえますように。このデフレの30年で節約が趣味になってる人が増えすぎたな。まあバブルの頃の消費は異常だったけど。そらこの先どうなるかわからん。どんどん苦しくなるって国が言ってんだからそうなるに決まってるだろ。若者は貯金大好きなんだ。日本人って何も考えずに貯金するの大好きだよね。くさ、たった3年でドル円が110円矢印150円になってるんだから、貯金するだけでどんどん価値が目減りしてるってのに。ベンチャーだけどどんだけ売り上げ上げてもボーナスとか一切ないから今年で辞める。もう適当にテレワークで保守の仕事しかしてない。新しいものは作らん。まあ円の価値は半分になったけど、物価や家賃がそこまでいってないし、円預金で OK。 別に貯金が悪いわけじゃないからな。投資が正義みたい言ってるのはアホや。そんなものはない。冬の寸志はお持ち代に消えます。結局金があれば貯蓄でも投資でもどうにでもなるが、なけりゃどうにもならんってだけよ。日本人は財産というとお金しか浮かばない人が多いからだね。家や土地や宝飾品なんかも財産なんだけど、何も買う気がしない。消費税のおかげで買い控えできてる。賃金が低すぎて貯蓄しかできん。貯金というより月々分の穴埋めだわな。お金より時間が欲しいんだが。金も時間もねえぞ貧困は。時間が欲しかったから仕事辞めたわ。しばらくは国の行く末を見学しようと思う。ボーナス羨ましい。ない。既婚家庭は貯めるまでもなく、住宅ローンと車のローンに創殺されるくさ。食費で全部消えます。ボーナス欲しい。ワイもチャライジャージってアルファード乗りたいくさ。そりゃ資材価格や輸入品の高騰、増税なんかの影響でその分だけ物価が上がってるだけだからな。必需品は必要だから値上がりしても買うが、必需品以外は欲しくても買わない。要するにデフレマインドは相変わらずなんですわ。だけど値上げで必需品すら買うゆとりがなくなってる。その結果がエンゲル係数過去最高。ボーナスなしだから、この時期は憂鬱。自己責任、自己責任と国が言い続け他結果。サラ金行って金借りようかな。もうすぐ年金生活だけどボーナスなくなるの辛いな。貯金目的で貯金してるわけじゃないから貯金でいいんだよ。それが本来の日本人だよ。一時期が過剰消費時代だっただけ。日本人は貯金が趣味なんです。ボーナス税取れよ。4万程度の所得税減税はいらんからボーナスから引くのをやめてくれや。生活費の補填で消える。給料だけじゃやっていけん。まあそうなるよな。自分も家族と少しいい退職くらいしか使い道考えてないし、とにかく先が見通せないのが不安だよ。若者が借金して家買えば経済回る。家を買わせる努力が足りねえんだよ。借金したら企業の奴隷になると知ってるからだろ。賃金上げろ、物価上げるな、金は使わずに貯金。矛盾しまくってて草。プチミニマリスト生活をしているが、こっちの方が快適だからな。煽って不要なものを買わせすぎだ。それそれ、 TVCM や広告を見ないようにして自分の身の回りにあるもので幸せを探せば、ぶっちゃけ全然お金がかからないよね。あと工夫な、何でもすぐに買わないで、いろいろ頭使って工夫すると、あるもんでなんとかなるし、買い物はできるだけしない方が得だし。耐久消費財なんて一回買って修復しながら使えば一生ものだからな。貯金、買い物、投資かな。買い物はしなくなってきたけどその分貯金に回す分が増えてる。ダイソーやユニクロで満足してるような人が増えすぎ。ワイは競馬屋で、消費税下げて消費させろよ。貯金が増えても経済は良くならんぞ。俺のボーナス予想は一律5万。人間って寿命がわからないからな。下手すりゃ100歳以上生きるかもしれないし、年取って働けなくなってからお金がないほど惨めなことがないからな。だから貯蓄するんだよな。日本人で日本で生活するなら心配いらない。最終手段の生活保護もある。全員が酔い腰の銭は持たないなら景気良くなるよ。むしろアメリカ人がそんな感じだな。借金しまくり、だから家を出る失いテント暮らしの人とか増えてるわけだが、日本人個人は質素倹約が美徳であり、基本的に借金は悪いことと考えがちだしな。ボーナスつっても22万くらいやわ。何もできんだろ。みんなのボーナスの 1% を分けてくれたら俺は退職できる。多分10万くらいだわ。製造業だけどめちゃくちゃ景気悪いよ。
な、結局使わないだろ。返済できる。インフレよけどマンションとか物件価格見てるともう限界を超えてると思うわ。高値で張り付いて全く売れない中古マンションに溢れているわ。金利も上がるだろうし、やっとマンション価格も下がるな。ここまで上がったのはバブル以来か。税金の支払い一択。ボーナスって何ですか？不況業種の中小正社員ですが、まず出るかが怪しい。うちの会社ボーナスでないんだよね。悲しいな。先行きの不安が大きいのだろうな。中間層を増やすべし。貯金してウェブ明細見てにんまりする。節約志向ってよ。ただ贅沢ができないだけだと思うが。ボーナスもらったことない人生だわ。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。